はい、どうもチーユーです。私ね、結構前からね、奥歯の方がちょっと痛かったんですよ。で、おそらくね、親知らずが悪さしてたと思うんでね、まあ痛みも収まってきたということで、今日は歯医者に行って親知らずをね、抜いてもらおうかなと思います。病院の待合室とかもそうなんですけど、なんか緊張しますよね。いつ名前呼ばれるんだろうとかね、なんかフルネーム呼ばれるの結構抵抗感ありませんかね。私だけですかね。はい、というわけでね、抜きました親知らずね。今日は正直相談だけして帰るんかなって思ってたんですけど、もう今日抜きましょうかって話になって抜きました。はい、ということでね、親知らず出てきました。痛いよ。これですよね。これね、わかるかな、これね。なんか匂いがしますね、薬品のね。血が止まんない。めっちゃ痛いっすわ。いやー、マジで血止まんねえしね、痛みも止まんねえしって感じでね、寝れないんだよ。だから歯抜いた後麻酔切れたね、最初の5時間ぐらいはね、マジで辛かったっすわ。ということでね、もう固形物食えないからね、もうゼリーチューチュー吸ってますよ。おいしいね。久しぶりにウィダインゼリー飲みましたわ。まあだいぶ時間経ってね、ようやくちょっと血も止まりかけてきたんでね、まあゲームでもしますか。暇人だね。さて、今日の晩飯ですね。野菜をこう鍋で煮たやつですね。まあ僕の分だけね、お肉入ってません。詰まったらね、めんどくさいんでね。そしてお粥ちゃんですね。お粥食べるのなんていつぶりだぜ。いつぶりだよ、お粥食べるのよ。久しぶりに食べたお粥ね、美味しかったよ。美味しい。鍋の方もね、野菜とっても美味しいですよ。特に僕、白菜大好きなんで、パクパクいっちゃいました。グーね、これペタグーグミとかね、お前食えるわけねえだろって感じなんだけど、ママが買ってくれましたよ。さあ、食べれるから、食べれるわけねえよな、そらね。さーて、まあ次の日ちょっと学校があるんですけどね、ちょっと休みました。まあ、正直行くか行かないか迷ってたんですけど、なんかもうめんどくさくなってね、まあ別に出血取らんしええわって感じで休みましたわ。まあ朝ね、ゼリーとあと結構うどん食えるぐらいまではね、正直治ってました。ただなんか朝起きたら、まだその なんていうの、なんか痰と一緒に血がブワーって出てきたんで、まだ完全回復ってわけじゃないね、この時もね。歯磨きとかもね、本当はゴシゴシしちゃダメなんだよね、傷つけないように。だからね、これ結構丁寧にやってますよ。1日ぶりのね、お風呂でちゅわ。1日ぶりじゃない、2日ぶりか。お風呂気持ちいいでちゅわ。気持ちいい。まあなんかあれなんだね、歯抜いた後って風呂入っちゃダメなんだね、運動も。なんで、筋トレも1週間ぐらいね、まあ休みました。サボったんじゃないよ、休んだんだよ。まあ、筋トレつっても自重トレ3分とかなんだけどね。今日の晩ご飯はハンバーグだよ。いやー、美味しそうじゃね。沸騰して作るだけのね、日本ハムの安いやつなんだけどね、まあ、それぐらい食えるまで、まあ2日で回復した。やっぱ若いって素晴らしいね。なんかジジイになるとさ、歯と、なんていうの、骨がこう癒着しちゃって、なかなか取れないみたい。なんか骨が固まっちゃって、取れないみたいなんでね。皆さんも親知らず抜くときはね、ぜひ、ヤングな時に抜いてくださいね。はい、ということでね、翌日学校に行って家から帰ってきたら犬と遊んでやりましたわ。優しいね、俺ね。暇じゃないんだよ、俺もね。まあでも犬もよ、唯一俺とよ、遊んでくれる友達だからよ。やっぱりね、向こうがボール持ってきたら投げるっていうのがな、礼儀だわな。やっぱ犬も孤独だからね。俺の仲間だよ、犬もね。さあ、そして歯抜いて数日後ですね、また歯医者の方に行って、消毒をなんか塗ってもらいに来ました。で、これがもう最後ですね、歯医者行くの。いやー、もう行きたくないですね、正直歯医者ね。
まあ行かないのが一番いいんだけど、なんか定期的に来られますかみたいな、なんかホワイトニングかなんか歯垢取られますかって聞かれたんだけど、いやいいですって普通に断りました。うん、だってめんどくさいしね行かんようになるしのもう分かってますしね。さてラーメンをねすすりつつ、本日ですね私勝負の日です。というのもですね、ついにあれを申し込みます。はい、ちゅうことでね、バイト申し込みますわ。いよいよ来ましたよ皆さん、ついにこの日がね。はい、ということで夏季の求人に応募が完了しましたということで、さてまあね、まあまあ受かるかどうかはまだわかんないんだけど、一応申し込みました。はい、その後約3日後ぐらいかな、まあ電話がかかってきて、あの面接決まりました。まあ第一段階は突破したって感じですね。いよいよ面接です。今日が、緊張しますね。今日も一日頑張るぞい。鍵忘れちゃった。最悪だよ。家の中に入れないんだけど。はい、ということで面接が終わりました。すごい緊張したと同時にね、あやべえなっていう、ちょっと俺やべえなって思った。うん、っていうのもまあ面接官の方ね、すごい優しい方だったんですけど、あなたの長所と短所を教えてくださいって聞かれたんだけどさ一応言えたんだけどさ、なんか話してる時にさ、すげえなんかどもってたんですよ。でなかなか出てこないっていう、ちょっとやべえなっていうね俺就職の時の面接どうするんやみたいな感じで、まあ準備してなかったっていうのもあるんだけど、俺あんなに会話苦手だったかなみたいな、やっぱ伊達に人と6年間まともに話してないだけあるなって感じでね、俺ちょっと会話苦手すぎるだろみたいな、これもしかしたら落ちてるかもしんねえ。で今11月の26日、あと29日までに合否判定があるんですけど、まあそれで何にも来なかったらまあ落ちてるってことらしいですね。うん、まあ、そんなこんなでまあバイト決まり次第ね、また皆さんにお届けできたらなと思います。最後にですねお知らせなんですけども、まあ今更ながらなんですけどね、まあ私チャンネル登録者1000人行きました。まあ、それを記念してですね、質問コーナーの方を、させていただきたいなと思います。まあ、以前もそのコミュニティってところでね、質問コーナーやった方がいいかな、みたいな、なんかアンケート取ったら、まあ、90% ぐらいかな、やってっていう、答えてくださったんでね、せっかくなんでやりたいと思います。まあ一人質問の数はまあ別に何個でもいいけど、ちょっとあまりにも多かったらね、一人5個とか4個とか書いてたら、まあ1個しか読めないかもしれないですね。まあどれぐらい来るかちょっとわからんけど、まあとりあえず、この動画内でね、まあ私に聞きたいことがあればね、何でも書いてください。うん。ということでね、質問、楽しみにお待ちしておりますので、では。